こんにちは、村の鍛冶屋の山谷です。今日ご紹介するのはこちら、富田式おろし金。パフパフ。はい、何がすごいかっていうと、富田式おろし金、こんな感じです。普通のおろし金、はい、ありますね。どう違うかこれからやっていきたいと思います。普通のおろし金は、痛いです。基本的に めちゃくちゃ痛いで、手でやったら縮れますよね。で、こちらのおろし金、全然ガリガリできます。痛くないです。全然痛くないです。痛くないんですけど擦れるっていうやつです。今からちょっと実験していきます。まあ一応こういったのは、まあ普通にやればこんな感じで大根おろし擦れます。じゃあこっちで一回やってみたいと思います。アップになりますかね。アップで、はい、これでもちゃんと擦れます。大根がわかりますか、これ大根擦れるんです。で、まあ他にもすごいのがあるんですよ。これいいですか、水で流すだけで取れます。お、わかりますか、水で流すだけで大丈夫です。通常こういうのとかだと、あの、まあ、ちょっとやると引っかかってきたりしますよね。ここに引っかかって見えますかね、まあ、引っかかったりするんですけど、で、あと拭くのもそんな拭けないです。汚れた。でもこっちはすぐ拭けます。これで OK。 じゃあ大根以外、生姜ですね。この生姜でやってみます。生姜も、はい、見てください、簡単に擦れます。で、なおかつこれで洗うと全部落ちます。引っかかりないです。で、すぐ拭けます。これがもう違いで、普通の女性だったら分かると思うんですけど、これでやると、まあ、擦れますよ。これでも擦れるんですけど、まあ、流した時にどうしてもここに引っかかり出ますよね。そうなんです。そこがねすごい嫌なんですけど、これだともうこれで一発でいきます。で、それこそニンニク、ちっちゃいニンニクもいきます。これもなんということでしょう。こんなやってすれば、もうこれをね、皆さんに味わっていただきたい。で、これはもう穴取り、これだけですみます。そこでこの金、はい、こちらの富田式おろし金、はい、今ならなんと3600円の消費で。送料は村の鍛冶屋が負担します。はい、はい、ありがとうございます。え、そこで今なら3600円、はい、はい、です。本当に不思議なんですけど、はい、本当にいっぱい、もう一回やってみますね。ニンニクも余裕です。はい、これ本当素晴らしいので、お子さんとかで手気づけないのでいいと思います。そう大根も、大根もいけるんです。はい、全然いけます。洗ってください。はい、洗います。なんて簡単。はい、で、これめちゃめちゃね、大きいなんで、はい、普通のだとギザギザしてますけど、すごい、わかりますかね。山になってますよね。これただ単に後ろから押してあるだけなんです。で、こんな感じで痛くないです。手でやっても知れないです。はい、はい、これならお子さんでも全然余裕でできますんで、ぜひ今なら3600円の商品で、はい、ずっとですけどね、はい、はい、よろしくお願いします。富田式おろし金でした。バイバーイ。
バイバーイ。